リアノジン受容体は筋細胞や神経細胞といった興奮性の動物組織中で細胞間カルシウムチャンネルの働きを担っている。三つの主要アイソフォームが知られており、それぞれ異なる組織中で細胞内小器官からのカルシウム放出を伴うそれぞれ異なるシグナル伝達経路に関与している。リル二受容体アイソフォームは動物細胞中の カルシウム誘発性カルシウム放出において主な調節機構として機能する。リアノジネこの受容体は高い神話性を示す植物アルカロイドであるリアノジンにちなんで名付けられた。リアノジン受容体には以下のアイソフォームが存在する。リル1機能の概略図リアノジン受容体は筋収縮にとって不可欠なステップである筋小胞体。 小胞体からのカルシウムイオンの放出を調節する。心菌では筋小胞体からのカルシウム誘発性カルシウム放出が主な気候であるが骨格筋ではジヒドロピリジン受容体と物理的に結合することで活性化を引き起こすと考えられている。多くのリアノジン受容体が集合してクラスターを形成しそのクラスターからカルシウムが放出されると 細胞質気質カルシウムが限定された空間に限定された時間だけ上昇し、カルシウムスパークとして観測される。リアノジン受容体はミトコンドリアの極近くにあり、リルからのカルシウム放出は新細胞や水細胞での ATP 酸性を制御しているように見られる。リアノジン受容体はイノシトールトリスリン酸受容体に類似しており、 その細胞質基質側の CA2 に刺激されて CA2 を細胞質基質中に郵送する。そのためポジティブフィードバック機構として働き受容体付近の細胞質基質中にある少量の CA2 がより多くの CA2 放出を引き起こす。リアノジン受容体は神経細胞及び筋繊維で特に重要である。神菌細胞及び 水筒細胞では、カルシウムイオンと並ぶ、もう一つのセカンドメッセンジャーである、サイクリック ADP リボースが、受容体を活性化する。細胞質気質中の CA2 の局所的で、短時間の活動は、波のように空間を伝わるので、カルシウム波とも呼ばれ、以下の要素により波が形作られる。リアノジン受容体は、 多数のタンパク質や低分子化合物をリガンドとする受容体の基盤となっている。心菌に多いアイソフォームであるリルには、関空のカルセケストリン、ジャンクチン、トリアジンと四つ元複合体を形成する。カルセケストリンは複数の CA2 結合部位を持つが、CA2 との親和性が低いので容易にイオンを放出する。 同種の他の分子もリアノジン受容体と相互作用し制御に関与している。例として、二量化、ホーマータンパク質による物理的過強により、細胞内カルシウム貯蔵庫上のイノシトールトリスリン酸受容体やリアノジン受容体と、細胞表面の代謝型グルタミン酸受容体1や α1D ア,アドレナリン受容体とが結合される。殺虫剤のフルベンジアミドは、 昆虫のリアノジン受容体を選択的に活性化することが知られている。植物アルカロイドであるリアノジンは、この受容体の命名の元ととなったものであり、非常に貴重な研究ツールとなった。リアノジンは過渡的なカルシウム放出を阻止できるが、低容量では持続的累積性のカルシウム放出を阻止しない。リアノジンとリアノジン受容体との結合は、 使用依存性であり、それはチャネルが活性化された状態で固定されることを意味する。低濃度では、リアノジンはリルを長時間半透化性状態にロックしてそのうち貯蔵していたカルシウムを使い果たす。しかし高濃度では、不可逆的にチャネル開口を阻止する。リルは MM レベルのカフェインで活性化される。高濃度カフェインの存在化では、 ca2 への感受性が m レベルから pm レベルへと更新し、規定状態の ca2 濃度でも反応する様になる。一方低濃度では、受容体は量子的に開口するが、カフェインを繰り返し投与することや、細胞質気質、または、関空のカルシウム濃度に依存的に振る舞いが変わるので、動作は複雑である。リル1の突然変異は、悪性高熱症や、 セントラルコア病に関係している。リル2の変異は、ストレス誘発性多形性進出性頻クとアーブドに関係がある。プレセニリンチ過剰発現変異型ヒト PC12、細胞系や変異プレセニリンチ通常量、発現のクイーン型マウスの脳組織中で、リル3の発現量が大きく増加していることも、知られており、 アルツハイマー型認知症等の神経変性疾患の病理にも関連している可能性がある。血中氷アノジン受容体抗体の存在は重症スジム症と関連する可能性がある。低温電子顕微強化で観察されたリル1の構造は穴の主要制御ドメインへとつながる拡張アルファ、それの井戸骨格上に気づかれた。 大規模な細胞質気質構造を明らかにした。リル1項構造は6回いまく、貫通型イオンチャンネルスーパーファミリーに属している。第2、第3貫通螺旋構造の間には、得意なアミノ酸配列が挿入されて、α ソレノイド骨格上の1体の EF ハンドと密接に相互作用しており、チャネルの CA に透過機構の鍵となっていると思われる。 ありがとうございます。